松永帝徳像、松永帝徳女王2年11月15日は、江戸時代前期の俳人、歌人、科学者。名は、勝熊、別号は長東丸、小有権、延田丸、歩道棒、松友など。他に五条の沖縄、花坂の沖縄とも称し、民進古事の号もある。子は、修子学者の松永関号。父は、松永長種で、母は、 藤原聖家の姉。出身は京都。レンガ市、里村上派からレンガを、九条種道や細川雄才から、和歌、科学を学ぶ他に、五十数人に支持したという。二十歳頃に、豊臣秀吉の優筆となり、木下勝利を友とする。慶長二年に、花坂沖縄の賞を、朝廷から賜り、合わせて、徘徊総称の免許を許され、花の本の方を賜る。 ゲン元年史軸を開いて、徘徊の指導に当たった。歌集に、小優集著作に、心臓剣筑波集、徘徊おかさなどがある。徘徊は、伝が、和歌への入門段階にあると考え、俗語、漢語などの廃ことを用いるべきと主張した。帝徳の廃封は、言語遊戯の意気を脱しないが、帝門派徘徊の祖として、一大流派をなし、多くの逸材を排出した。 母書は、京都市南区の上、鳥羽実一寺。父の英首は、松永久秀の子であったという説があるが、古くから疑義が提されている。帝徳が作成し、登場人物の実在が確認され、信頼度が高い。系図によると、英首は、摂津国の武家で一族が、高槻城主を務めた入江氏の出であり、英首の祖母明生を久秀の白祝祖母とする。 英主が松永生を名乗った事情については、父親から武家を継がないのならば、入江のせいでなく、祖母実家の松永生を名乗るよう遺言されたためという、ありがとうございます。